ヤガチャガチャンネル。あ、扉に手を伸ばした。こんなとこ夜来たくないな、怖すぎ。やだな。お前は確かアンルシア姫を連れ帰ってくれた友というものだったな。しかしここは王家の者のみが入ることが許される王家の墓だ。何をしに来た？姫。あ、お待ちなさい、ノガート兵士長。私がここに来るよう頼んだのです。ならば問題ありませんが、そういったことは先に言っておいていただかないと困ります。はい、いや、それはそう。すいませんでした。でもさ、なんかさ、立場わきまえろよな。なんか柔軟性がねえよな、この男。嫌い。この後の発言も大嫌い。あ、そうな。この奥のマントを見せてあげたくて。すまなかったとも。先ほどのことは忘れてくれ。忘れねえからな、お前。確かにな。私の名はノガート、グランゼドラ王国の兵士長をしている。急にユリア様が王家の墓に行くとおっしゃられたので、兵を手配する時間もなく慌てて私がついてきたという次第だ。なんか振り回されてます感すごいね、喋りが。嫌い。いや、わかるよ。お前、王が、お前使うな。 お前このクソ。どうも。三下ムーブが。王家のものが持つ鍵でしか開かないのです。今開けますので待っていてください。はい、やりますので。あら、鍵が開いています。大丈夫？それはおかしいですね。アリオス王もアンルシア姫もこちらには来ておられないはずです。危ないかもしれない。まさかクセモノが。クセモノ。墓の中を確かめてみましょう。侵入者が潜んでいるかもしれません。ユリア様は私の後ろに。はい、はい、うん、クエストクリア。早いね。早い。今入ったとこなのに。あ、進んだ。開いているは。姫。はい。わあ、開いてる。出た。トーマの棺、何もなくなっちゃってる。え、トーマが入ってたか。なんということだ。一緒に入れた副葬品だけでなく、トーマ様のご遺体までなくなっている。何者かが墓を暴いたのか。王家の墓に手を出すとは不届き千万。あー、トーマ、トーマ。ユリア様、気をしっかり。一体ってこれは有識事態だぞ。早急に対処せねばならん。私はユリア様を連れて帰る。とも、お前も城へ戻れ。ただしこの件は口外せぬよう頼むぞ。あえ。なんてこったい。ゾンビみたいに逃げ出した。というわけで城へ帰れ。帰れ。はい、すいませんね、なんかお世話になってしまって。はい。あー、ともごめんなさい。まさかあんなことになるなんて。あとはノガート兵士長に任せましたので、あなたは気になさらずとも構いません。私の願いを聞いてくれて感謝しています。約束の通り報酬を用意しましたので受け取ってください。鍵です。鍵です。鍵です。これで開けてください。いや、これやばいんじゃない、国として。私の心の扉を。あ、急に。王家の墓で見たことはくれぐれも内密に。あまり騒ぎを大きくしては見つかるものも見つからなくなるでしょう。トーマの遺体だけは何としても取り戻したいのです。そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう。一体なんてね。光が。はい。で、そしたら、はい、あのまた下のあのなんだっけ、赤いオークのあのなんとかかんとかに、ね、なんとかかんとか。はい。赤いオークって全部違う。ちょっとオーガ。伝わったからいいんだよ。オークとかオーガとか紛らわしいんだよ。やめろよ、オーガ族いるんだぞここに。知らん。いるぞ。何や。あ。ウェディとかプクリポーは完全なユニークの語源から来ているが、オークだかオーガだかなあ。
うむ、運命の振り子が輝きを放っているな。よくやったとも。どうやら振り子は運命の力で満ちたようだ。それはすなわち、園田がレンダー市や各地を回り、この世界の謎に迫ったことを意味している。園田が旅の中で見てきたことを私に報告してくれ。あれこれどうです？報告した。何？セレドの町が偽りの世界に侵食されかけた。それを目撃したというのか。なるほどな。やはり例の件、調査すねばなるまい。友よ、はい、ちょっとそなたが持っている運命の振り子を預からせてもらうぞ。取られた。あ、まあまあまあ、預かるって言ったでしょ。キラ。友、今からこの振り子の中に映し出される風景をよく覚えておくのだ。はい。運命を司る聖なる振り子よ、新たな運命の変異を促したまえ、そして行くべき道を示したまえ。風景？わあ。え？これは水場か？よく見ておけ。この風景が運命に変異をもたらす鍵になるはず。うん、海が見える丘だな。見慣れない花が咲いているようだわ。なるほど。覚えらんないよ。ねえ、覚えらんないよ絶対に。ねえ、ピラミッドがある。あ、これは砂漠にある遺跡に見えるな。なるほど、この参加者か。友よ、そなたの話によると、偽りの世界とこの世界は酷似しているのだな。ならば一つ頼みたいことがある。ブレイブストーンを使って偽りの世界に渡り、これから私が行う調査に必要なものを取ってきてほしいのだ。調査に必要なものは、今見た通りの場所。ワルド水源、ローヌ樹林帯、デフェル荒野の3カ所にある。一つ目はワルド水源で、そうだな。水を取ってきてくれ。そしてローヌ樹林帯では草を。デフェル荒野は、まあ石でよかろ。この依頼は、二つの異世界を行き来できるそなたにしかできぬことなのだ。どうだ、頼まれてくれんか。はい、わかりました。うん、この世界に何が起きようとしているのか、今回の調査で明らかになるであろう。忍び寄る闇の足音。闇の足音。水と草と石をすべて揃えた状態で私の元に、戻ってきてくれ。もしも水晶に映し出された風景をもう一度見たくなったら、また私に話しかけるのだ。よろしく頼んだぞ。オッケー、メンメン。あの、過去史上最大の移動距離のお使いクエストですね。これやだな。なので、あの、はい、言われてた通り、まずじゃあワールド水源から。はい、まあ一番楽なのはバシッコ使うのですかね。あー、偽のだもんな。うん、ありがとな。かっこいい。ローヌ樹林帯、水ゲットね。えあり、今全部終わって試練の門のボスの目の前にいるから。え、はや。あと偽りのローヌ樹林帯と偽りのデフェル荒野に行って、それぞれの地面取ってください。はー、偽りのデフェル荒野、行けるかな、自分一人で。まずローヌ樹林帯で C5、 C5 行きましょう。丘です、丘です。コーヒー入れてくるね。はい、はい、了解です。さよなら。いいな、コーヒー。丘です。あ、上なんすね。そうなんす、そうなんす。こんなナチュラルにそうなんす出るか。あ、わかったよ。あとも3つあります。こっち真のだから違う。ああ、そうでした。偽に行かなきゃいけないんでした。ありがとうございました。ありがとうございましたね。え、ここも全部録画されてるから、こいつらって思われるんだろうさ。バレるバレる。カットカット、ここまでカットね、ここまでカット。
偽りの連打師やの。草ありがてー。草ですわ。うめー、草うめー、うめー。お、ダメか。あー共有されてる。されてんなー。共有。くそー、もしかして俺今コーヒー入れてきてプリンも食べてきたんだけどまだ終わってない。私がもうバシコ飛べなくて。ああ、なるほどね。そうそうそう、残念じゃん。いや、そうそうそう。そうなんだよ。なので、まああれじゃん、タロちゃんが、ん、タロちゃんが代行で飛んであげてルーラストーン登録すればいいんじゃない。あ、そんなことしてくれるんですか。デフェルコーヤの、デフェルコーヤピラミッド前にルーラストーンあるよ。ピラミッド前にルーラストーン、あ、それ使えるかな。女、デフェル荒野は一回歩いてるし、ピラミッドの話はしてるはず。じゃあ、いけるか。デフェル荒野、ピラミッド前、待っててね。すみません、その間に X 見てます。あははは、X 見てるんだ。堂々と X 見てる宣言さん。あタロちゃん、言っていいんだよ、歩けよって。徒歩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 だよ、徒歩徒歩。じゃあてめえ歩けよって言っていい。待っててって言われたから。まあ、待っててと言ってしまったので。ありがとうって言った。元気そう。あ、ピラミッドの石できました。ありがとうございます。あ、お飛びください。人のおかげで楽ができてる。ありがてえ。おー、あそこです、そこです。焚き火してるように見える。あはは、降りない降りない。板太郎さんの徒歩のおかげです。そうしたら、とんでもござんす。ルシェンダさんのところに行く。はい。もう少しでね、着くからね、待ってってね、ヤガモン。あ、まだ全然だよ。報告して、また洞窟行かなきゃいけない。うん。あ、そうですね。なんかすごいお使いだね、今日は。ね、歩くね。全然なんか話も進みやしないし。進みや。いや。人生かな、これが。これが人生ってこと。どうだ、とも。依頼したものは手に入れることができたか。3つ揃ったのなら私に渡してくれ。私に渡してくれ、ドアハハ。はい。お願いします。うん、よくやってくれた。確かに依頼した通りのもののようだな。実はそなたが偽りの世界に行っている間、こちらの世界でも城の兵士を派遣し、各地で同様のものを集めさせたのだ。これからそなたが手に入れてきたものと、こちらで採取したものの成分を調べようと思うが、それにはある薬品が必要でな。その薬品はレビエル街道北にある海風の洞窟の王家の宝物庫という場所に安置されているのだが、妙だな。いや、ずいぶん前に取りに行かせた兵士がいつまで経っても帰ってこないのだ。とっくに戻ってもいいはずなのだが。約束を、依頼を果たしたばかりですまないが、様子を見てきてくれないか。くれぐれもよろしく頼む。ということで行きます。はい。八神さん待たせてるんでね。あ、ちなみにあれ、あのルーラストーンはあるので、あ、さっき使ったとこです。あざーす。ありがとう。あ、こっちか。なに、道間違えてません？あれ、王家の墓じゃないですよ。あれ、あ、墓来ちゃった。うっかり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 、また戻ってくることよくあったからさ。ねえねえ。そうだよね。ねえ、兵士戻ってこないって言ってたし。ねえねえ、ミカネの、ミカネの洞窟。こっちか。なんかヘラヘラして難を逃れようと。ってことでね、やってきたんだろうな、こうやって。一朝一夕の力じゃねえもん今の。バレた。ニコニコしてたらね、なんとかなってきたからね。これもまた遠いんすね。ねえ、意外と長い。なんかいい感じのところで待ってるっぽい人いるな。ねえ、待ってくれてるね。しびれ切らしてきたかな。多分とっくに切れてるよ。そんなもんは。全然来ないと思われてるかも。なんだったらコントローラーあれだからね、10分間触らなくて接続切れてたからね。
お待たせ。またー。いやー長かったー。ごめんねー。ちょっと回復してもらってもいいかな。待ってね。この先に行くのをやめるか。ごめんねごめんね、ちょっと殴られちゃって、ね、ありがとね。はい、誰かな。長いねロードが。モタタロ素手じゃ ね、 長いね。あ、本当だ。いつ置いたんですか武器。え、あ、でも多分装備外してないから持ってるはず。なるほどね。はい、なんで切り替わっちゃってたんだろうね。潮風のディーバ。痛い。ディーバー。あれだよね、なんかさ、待ち時間ってやっぱりここでさ、うん、なんか今日は動画を撮影するからヤガミンとして頑張るぞみたいなさ。はいはい。あ、踊っちゃった。全部死んだ。あ、ほんとごめんね。しかも踊っててごめんね。舐めてんのかあいつ。あいつ、あいつ舐めてんのか。しょうがないじゃんね。待たせたっていう罪の意識はねえのかあいつに。罪の意識あったって。踊るときは踊るんよな。踊らされたんだからな。そうだよ、眠らされてるしな。寝てる。ダメっす。もう忙しいね。踊って寝て。疲れちゃったのかもな。あ、それハッスル。ダメだよハッスルは。あ、ハッスル。おい、踊って眠って怯えてまた踊ってあの女ふざけてんのか。知らないよ。ともに自由がない。早くやっつけたいという強い意志。おお。やったー。二度と戦いたくないけど試練のもんなのよな。そうだね、しっかりプレイするんだったら毎週戦わえてる。そうだよね、防具をしっかりやらないと。で、これは試練のもんなのでボス戦でもなんでもないんですよね。はい。で、これで通れるようになった奥にあるはい、ところのなんだっけ、王家の宝物庫か、はい、に行ったら、はい、シナリオボスがいる。はい。なんでボス倒さなきゃダメ。倒します。はい、任せてください。踊ってたくせに。次こそは多分踊らないから。次こそ任せてください。次こそ。あの、あれだよね、トモさんはどんなにドラクエやり込んだとしても踊り体勢つけないでほしいよね。なんでだよ。うっかり踊ってほしいと。あらあら。そう、麻痺とか呪いとかそこら辺はもうしっかりちゃんとさ、体勢100ついてるのにさ、踊りだけ4とかだった。踊りだけはちょっとスタートできなくて。踊りだけ だけはしょうがないんです。ちなみにね、あのガチった話ね、はいはい、踊り体勢は結構優先度高い。あー、そうだろうね。うん、あれはね、どうしようもないからね。愉快すぎるもん。あ、ドルセリングとか。お尻フリフリしてて。混乱とかも優先度高いかな、やっぱ。うんうん。高速がちょっと長いな。だから、あれよね、あの結局今のところでその状態異常完全カバーっていう装備品がないから、うん、まあやっぱ優先順位つけていらないものを切り落とすっていう感じになりがちよね、うん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 、なるほどな。ちなみに、これを終わって、ルシェンダへの報告終わったらバージョン 2.1 終わりです。あ、じゃあもういけますね。そう、次はバージョン 2.2 に移動になります。わかりました。ちょっと待ってくださいね。ただ 2.2 はね、あの結構なんだろう、またあの新しい展開というか、あのあったりするので、まあまあいい感じ。はい、いい感じ。ただクリアしなきゃいけないクエストがまた十何個ぐらいあるので。わお。まあ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 、あれですよね、ドラクエってずっとそうです。うんうん、頑張ります。頑張りましょう。ます。はい、頑張ってください。はいはい。ロードが長いんだよな。なんか知んないけどトモさんめっちゃロード長いよね。ね、どうしたんだろう、ね、終わってんね。いや、スイッチの方が早いで。やめなよ、泣いちゃうから。あ、なんかいる。あ、死んでる。黒い。あー、兵士指輪。先代の勇者が残した伝説の指輪、やはりここにあったか。そこにあったのか。
邪魔が入ったな。だがもう用は済んだ。お前たち後始末は頼んだぞ。ブレーヤーついてなかったらみたいなことがします。しゃべしゃべしゃべ。大丈夫喉。心配が先に来ちゃった。本当に心配しちゃった。じゃあ普通で。ちょっとナルトみたいだったよちょっと。確かに。わー戦え。決めている。あーなるほどな。あれかな、あのちょっとあの元気になるグミとかかな。やば。ああ。さてさて。獣者から倒した方がいいの？獣者ちょっと邪魔くさいよ。死んだし。オッケー。やばばーん。いやマジで悩んでんだよ。装備品どこで新調するか。ああ。レベル95なんかで新調したところでさ、絶対使えないわけ。うん。で1000万ぐらいの損害になるわけ。うん。でももう絶対装備品足らないの。うん。絶対足らないかも。ね。だってここ強くね普通に。ちょっとやばいな。なんか強いね。弱いでよかったのかなってぐらい強い。だよ。デスパーブリッド。危ないよ死んじゃった。今必殺まで決めるとこだったでしょうが。なあ、なんで？え、必殺まだなくなっちゃったんだが。なくなっちゃうね。呪い。悲しい。あ、必殺。必殺。うわ。混乱。ちょっと待ってよ。必殺使おうとしたらすぐなくされる。もう混乱して。また必殺なくなった。悲しい。あー。必殺技見せたかったのに。あ、死んだし。あー。あれじゃん。痛せり尽くせりじゃん。あー。痛せり尽くせり？うん。痛れり&尽くせり。踏んだり蹴ったりでは。そう、それが欲しかった。それが欲しかった。そう、あのちゃんと今のはあのそれを狙ってあのいたつもりだったんだけど、あのなんかあのうまくなんか連携取れなかったから、なんか俺日本語間違ってるみたいな感じになっちゃうかなと思って、ちょっと不安になりながら話してみた。ダメだ、呪いでマジで動けない。呪い割れてる。ね、あの踊らないで次は頑張りますって言ってたんだけど。踊ってはないっす。踊ってはないっす。やめてください。踊ってはなさそう。活躍してくれるんじゃなかったのかね。あのヤガモンさんに聖水あげたんでもう解決。意識低いな。殴られた。頑張れがよかった。ありがとうね。なんもしてないわ。この動画の主役なんだけど。よーいてくれたぞ。わわわわわわわ。待って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 、こっちに来てない、こっちに来てないから。本当だ、そっちに呼ばないといない。今ホラーだったんだけど真っ黒な画面で。怖かった。いや、トモのところのロードが長いのもいけないとは思うんだが。めちゃくちゃ長いな今日。長いな。よーいてくれたかな。我らの目的は渡された。あー、そうやって言ってたんだ。今をバスでごさおでしゃしゃがかできちゃっても止められる。今すぐ行ってところって。おお、しゃべってる。おーおーおお、どうも無事か。おお、せいは何やらただならぬ邪悪な気を感じたな。気になって様子を見に来たのだ。ここで何があった？カクカクシカジカ。同じこと言っちゃった。なるほど、仮面の男と鉢合わせし手下の魔物どもと戦っていたのか。薬品を取りに来た兵士は奴らに。そうですね。その兵士にはかわいそうなことをした。丁重に弔うとしよう。弔いましょう。あー兵士。しかし勇者の力が込められているという先代勇者の指輪を奪っていっただと。魔族が持っていても役立つとは思えんが。まあいい、指輪の捜索は後回しだ。それより今はやるべきことがある。やだな、仮面の男。すごい嫌な予感しかしないもんな。やだな。何探してる？あったぞ。この薬品があれば目的を果たすことができる。トモ、私は先に戻っている。すぐに私の元へ来てくれ。はい、わかりました。帰りましょうか。
一緒に帰ればいいのにね。帰りましょう。ね、本当にそれとこ。あ、やべ、こちら。思い出の鈴木、あ、あっただ。はい。ありがとうございます。おーい。というわけでまた、気をつけてくださいね。おっぱい、あ、間違えた。あの、あ、なんだっけ。あの、アジェンダじゃねえよ。おっぱいもアジェンダもダメだろ。続いてのおっぱいについてのアジェンダですが。どういうことなの。何が、何を話すの。それのためのアジェンダがあるから。うん、揉むという行動についての PDCA を回していきたいと思っております。 PDCA 回す。おっぱいについてはアグリーなので。何なんだよ。じゃあ何がディスアグリーなんだよ。お尻はダメだったと。あー、胸派だったんだ。そう、お尻はディスアグリ。なるほどな。太ももとかもダメっぽいね。そうだね、お尻がダメだとね。そうね。ルセンダに謝って。ごめん、おっぱい。許さん、待て。ひとまずはご苦労だったな。許さない。礼と言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。スキルブック。スキルがね、レベルに関係なく触れるよ。へぇ、触れるよ。まあ、しんどいクエストだったもんな。さて、実はな、先ほど大きな宝物庫から持ち帰った薬を使い実験を行ってみたのだ、はい、そなたが偽りの世界から取ってきたものとこちらの世界のものを比べてみたところ、両者は異なる成分でできていることが判明した。それ自体は正しいことだ。二つの世界は所詮別物なのだからな。ただ、一つ気になることがあってな。こちらの世界のものからほんのわずかに偽りの世界と同じ成分が検出されたのだ。これは何を意味するのか。この事実とそなたがセレドの町で体験した事件から私は一つの仮説を立ててみた。仮説立ててみた。というわけでね、今回は仮説を立ててね、やっていきたいと思っているところなんでございますけども。立ててみた。すごいね、瞬発力が。今回の仮説はですね、ローディングがどれぐらい長くなると人は諦めるのか、仮説立ててやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。もう諦めてるけど。大魔王マデソゴーラの目的とはすなわち、自らの作り出した偽りの世界によってこの世界を塗りつぶすことではあるまいかと。大魔王の計画を阻止できなければこの世から真実は失われてしまうだろう。我々に敗北は許されんのだ。五行が指しとる。決め。賢者となるとこれ長いんごね。おー、どうしたんご、パソコンご。多分インターネットの調子が悪いんじゃない。なんだろう。か、わかんない。だから一回家のルーター壊してもらうと。やだ。バットとかでバーンって。高かったからやだ。あのアンテナの部分を一本一本折ってもらって。やだやだ。あ、なんだい。ん、あ、久しぶり。あいつ何もかも知った風な顔しているやつ。消すかないやつ。散々助けてもらっといて。仮面の男が暗躍し、この世界は大魔王マデサゴーラの魔の手によって今も蝕まれている。これからの戦いが世界の命運を決しよう。レンダーシアの大地は闇に落ちるか、それとも。ん？ん？わあ、ぐるり。あ、ただのカメラワークか。ほう、あれ、あ、死ぬんか。死ぬんか。泣いてるよ。嫌なことたくさんありそうだね。凍てついた炎みたいな。ああ、おお、千里眼。
私の目的が果たされるにはまだしばらく時間がかかりそうですね。仕方ありません。やがて訪れる時を待つとしましょう。導かれし運命が一つに交わる時を。かっこいいセリフばっかり。なんか男キャラの方がかっこいい。 To be continued。 To be continued。 続く。続くたら続く 2.1 が、はい、というわけでルシェンタに話しかけることでバージョン 2.2 に移動することができます。ヤガモン仲間抜けの抜けました。早い早い。お振り返りはしなくていいと思います。いいえ、回想には入れときました。はい、終わり。ちゃんちゃかちゃん。というわけでですね、次回からですね、はい、いよいよあの振り子がどうなったんかってところでございますが、レンダーシアは第3章に入っていきます。はい、というわけでね、まあメインのところでお話をしていくと、今回から進んでいく、次回から進んでいくところとしてはやはりですが、急に亡くなってしまったトーマの死体、はい、っていうところなどが、今後のところではね、なんかちょっと物語になりそうなんですけど、はい、はい、今日はお使いばっかで取れ高が全然上がらない割に時間がかかったので、はい、おしまいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。2時間収録してるけど取れ高はきっと1時間にも満たないでしょう。また収録しましょう。また収録をして ね、でまあまあ言うてね、なんでしょう、ドラクエをいい感じに進めて、なんかなんだかんだでね、この後の展開結構シリアスで面白いところも増えてくるので、はい、楽しめんじゃない。楽しめだだね。というわけでね、ここまでが2023年の収録なんですけど、はい、ドラクエの話だけで言うと、もうドラクエってなんだかんだで1年以上やってるんですよね、うん、パート78、うん、今なんだろう、編集済みなのがパート78までなので、はい、多分これパート80か81ぐらいなんですよね。はいはい。ね、やばいね。やばいね。大変。編集も大変だもんな。うん。いつもありがとうございます。ね、なんかパッと見シナリオでは絶対使わねえんだけどね、だいたいそういうシーンに限ってトモさんがね、どうせここ使わないよって言ってるから、クソがと思って使ってやろうっていう編集をするから、なんかだいたい使うっていう編集をする。もう二度とそんなこと言わない。気づいても二度と言わない。というわけでね、はい、ね、仲良くやっていきましょう、これからも仲良くな。やってこな。やってこな。そこ強調されると仲良くないんかなって思われる。いやいやいや、やっぱりだけどね、俺らはもう配信中仲良しなのがね、もう仲良し3人組ですから。よっ、そう、仲良し3人組ことみたいなところありますから。言ったことね。イキリメガネって書いて仲良しって読むまでありますからね。そうなんですね、知らなかったんですけど、あ、それは無知なので自分を呪ってください。で、あ、じゃあもう解散ということで。仲良くとは。というわけでございました。今回はそんなところでお疲れさんでした。ありがとうございました。バイバイ。